杉尾秀也君、はい、質問の機会をいただきありがとうございます。早速、修正案について提案者に伺いたいと思います。先ほども話出ておりましたけれども、去年の12月、野党で,です、ね、共同で、えー、特措法の改正案、これ、政府案により先に提出しております、ポイントを簡潔に説明してください今井雅人君。 えっと、野党の案だけでの内容でよろしいですか、はい、質問ありがとうございます、えー。立憲民主党、共産党、国民民主党および、えー、社民党の野党4党で、昨年12月の2日に、えー、共同提出をインフルエンザ特措法、それから、えー、感染症法の改正案を出させていただきました、えー、そのときの、えーまあ、基本的な考え方、一つは、えー、十分な保障をなくして罰則なしという考えに基づきまして、 施設の使用制限等に係る要請や指示について、その違反に対する罰則を設けることなく、事業者に対して要請の内容や期間、その他の事情を勘案した給付金の支給を都道府県の義務として明記をしているということです。でもう一つの考え方は、これ、全般的に当たる話ですけれども、特措法および感染症におきましても、指摘制限には抑制的であるべきということの観点から、 罰則規定というのを設けなかったということがポイントでございます尾秀君今お聞きいただきましたように、十分な補償をなくして罰則なしというのが大前提でございました、まあ、協議の結果です、ねえー、刑事罰は下ろされました、行政罰になりましたけれども、罰則がかけられることには変わりがない。 この行政罰をかけることについても、さまざまな弊害が指摘されております、協議の過程でこの辺の懸念については、どういうふうな話になったんでしょうか今井雅人君、はい。ありがとうございます。えー、と委員ご指摘のとおり、えーまあ、罰則を課すということで、えー、感染者が水面下に潜るとか、 そういうい懸念のあることがは承知をしております、えー、ですから、私たちはもうそもそも、試験制限は抑制的であるということから、罰則をすべて外してくださいということで、協議をスタートをいたしたわけでありますけれども、与党側からは、罰則によって本当に悪質なケースを対応する必要があるという主張もございまして、罰則を落とすというところまでは至らなかったということであります。 まあただ、現在、入院の措置や積極的疫学調査は対象となる方の信頼関係の構築をまあ大前提として、都道府県知事によって実施されておりますので、そこにあの刑事罰を導入して、警察が関与することになると、これは本当にあの国民を萎縮させてしまう恐れがあるというところで、我々は考えたということですで。一方、まあ 行政罰でありませればあの警察の関与はあ,ありませんので、えー、まあこれまでと同様都道府県知事の下で対象となる方との信頼関係を構築しながら行うという、まあ、これまでの運用をまあ維持することが少なくともできるだろうなということですこのような点で、えー、まあ罰則刑を課すことよりも行政罰を課すこととするのは感染者が水面下に潜ることを できるだけ抑制することにつながると我々は考えております。行政罰の創設によって、感染者が水面下に潜ることにならないようにするためですけれども、まずそれは政府は、現場で円滑な運用がなされるように、事務連絡などによって、積極的疫学調査の命令対象となる場合、過料が課される場合などを、 具体的にまず、示すことが非常に重要だというふうに考えております。なお、修正協議によって、積極的疫学調査における罰則に命令を前置することといたしました、この命令については、必要な最小限のものでなければならないことを明記し、書面による通知に関する規定を設けることとし、罰則、行政罰である過料といえども、慎重かつ、 えー、権欲的な姿勢での望む、持って対処するべきとしていることでございます。えー、政府はあの行政罰の前に、このような手続きが用意されていることも併せて、しっかりと周知をしていただいて、直ちに罰則につながることではないということを国民に丁寧に、えー、伝えていただく必要があると、私どもは考えております、はい、杉尾秀哉君。はい、えー、退席していただいて結構です、ありがとうございます、えー、今、今井雅人、えー、君が退席いただいて結構です。はい 今お聞きいただきましたように、慎重かつ権力的に運用してほしい、そして、まあ、本当にその悪質なケース、基本的にその限られる、まあ、抑制的なです、ね、運用が求められるということなんですけれども、そこで西村大臣に伺いたいんですが、ちょっとこの特法の関係を伺う前にです、ね、これ、通告してないんですけど、昨日緊急事態宣言。 あの延長が決定されましたらそれについて一問だけ聞きます、状況が改善すれば、3月7日を待たずに順次解除していくと、こういうふうなことですけれども、慎重な判断が必要だというふうに思っております、これが最後の延長なのか、それとも、例えば病床逼迫、医療逼迫などの状況が続けば、再々延長もありうるかどうか、これについて、端的にお答えください西村国務大臣あの。緊急事態宣言はですね、 国民の皆様に本当にさまざまな不便をおかけし、自粛をお願いしているわけでありますので、私どもとしては、この3月7日まで延長しましたので、ここでなんとか事業者の皆さん、国民の皆さんのご協力も得ながら、そして医療の皆さんが今、一番大変だと思います、国と自治体が一体となって支援をしながら、ですな、ね、んとか感染拡大を抑えていくべく、全力を挙げていきたいというふうに考えております。 はい、杉尾秀也君再々延長ありうるかどうか答えてください西村国務大臣。3月7日までを期限として、私ども、延長させていただきましたので、今はそこまでに感染を抑えていく、このことに全力を挙げるということでございます、はい、杉尾秀哉君、否定されなかったということはありうるというふうなことをですね。 私はそういういいに解釈させていただきますそれで、先ほどの補償の話なんですけれども、まあ、我々としても十分な補償なくして罰則なしと、こういうスタンスで臨んでおりました、でえー、自民とです、ね、立憲の,、まあその協議ではです、ね、合意事項として、事業規模に応じた支援のあり方について、事業者の状況、必要性等を踏まえて検討し、 支援が効果的なものとなるよう取り組む旨を、答弁及び付帯決議で明確化すると、こういうふうな協議になっております、これについてはですね、大臣は認識されておられますね西村国務大臣、ええ、あの衆議院でも同様のご指摘をいただきまして、えー、与野党の合意、これを自民党と立憲民主党の合意、これを尊重して、私、答弁でも対応させていただきたいと考えているところでございます。はい、次秀也君 しかし、今の言葉とは裏腹に、おとといの答弁を聞いても、大臣の答弁、逃げ切らない、例えば大規模店舗は中小より体力があるとか、そういうふうな表現をされている、この協議を尊重されるならば、この合意内容を尊重されるならば、事業者の状況、例えば、ほとんど売上がないところも、100万、200万、300万、1店舗あたり売上があって、何十人も雇っているところ、これが今だと一律でただ6万円なんですよ。 あまりにも不平等なんですよこういうことを改善しなければ、これは国民の皆さん、事業者の皆さんの納得も得られないだろう、協力得られないだろう、こういうことを言ってるわけですね、この協議の趣旨を踏まえて、事業者の状況、必要性に応じた補償、補償という言葉が適当でなければ支援、これを十分に行うということをここで約束してもらえませんか西村国務大臣。えー 事業者の皆さんにですね、要請に応じていただけるように、私ども支援をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。その際、さまざまな観点から考えていかなければならないと、ご指摘のように、えー、まさに要請による経営の影響の度合い、これも勘案しなければならないと思います。他方で、例えば1店舗で何千万円も売り上げが月に上げているようなお店、これをですね、その一定割合を、 国民の皆さんの税金で、えー、本当に支援をするのかどうか、このあたり慎重に考えていかなきゃいけない部分もあると思います。す、え、で、ー、に私どもやっている対応はです、ね大、大型店、えー、大企業も含めて、1店舗あたり180万円最大月額の支援、10店舗あれば1800万円となります、それから従業員も1人当たり、パートアルバイトの方も含めて月額上限33万円まで、大企業も含めて全額国が助成をすると。 こうした規模に応じた、規模を配慮した、こうした支援も行っているところでございます。こうしたことを判断をしながらです、ね、対応していきたいと考えておりますが、いずれにしましても、要請に十分な理解と協力を得られるようにするためです、ね、必要な支援に行うとなるよう、努めてままいいいりたいと思います杉尾秀哉君、はっきりしないんですよ。規模に応じた、例えば減収の程度とかも含めた応じた、 支援をちゃんととしっっっかりやるっていうことを言ってこ言くださいよだって、そういうふうに協議の間でも合意ができてるんですよ、どうなんですか西村国務大臣、えー。要請に伴う支援につきましては、ですね要請に応じたことのみならず、要請による経営の影響の度合い等を勘案し、公平性の観点や円滑な執行等が行われることにも配慮しつつ、要請に十分な理解と協力を得られるよう,得られるようにするため、 必要なな支援となるよう努めててままいいりりたいと考えております前向きな答弁で受け止めたいと思います。あと一点だけ、先ほどですね、今井、提案者のですね今井議員の方から話がありました、警察が協力することはないんだと、こういう認識なんですけれども、これで本当にいいんですか、今現在は、風営法等に基づいて、警察が例えばその店舗のですね立ち切りとかそういうのをやっているようなところもあるわけなんです。警察の協力がない 警察に支援を仰うことはない、これははっきりさせてもらいますから、いいですか西村国務大臣。私の理解を申し上げますと、警察が今、行っているの、何か行っているとすれば、それは警察の権限に基づく、例えば風営法に基づく、そうしたさまざまな対応だというふうに理解しております。でもう一一つあるるののは、まあ、一般的な呼びかかかけとととして年末年末始のいわゆ警警戒これで警察とか消防とか 実際の職員の皆さんが、えー、夜回りをする、見回りをすると、これはあの一般的なあ、まあ、トラブル防止であったり、呼びかけということで対応されていると思います、その上で、えー、今回の法律で、えー、強制力を持って対応する、この過料の関係で、何か警察が管理をするということころでございません、はい、杉尾秀哉君、特措の関係では警察の支援は仰がないということで、はっきり明言されました。あの田村大臣にです、ね、感染症法の関係で一点だけ伺いたいと思います。 まあ正当な理由なく答弁しなかったり調査を拒んだりすると罰金これ行政罰三十万円ということになりますメディア関係者が多数感染をしております調査に対して取材先を明らかにすることを困ればこれは罰金の対象になるんでしょうか田村厚生労働大臣 あの基本的にですね接触者の名前、連絡先、それから訪れた場所などは、ですねこれはあのお知らせをいただくことになると思います、ただ、ですねその今言われた、そなんて言いますか、取材を目的、目的は何なのだとか、そういうことは、ですねこれはあの本来聞く必要なものじゃないので、こういうものを拒むのは正当な理由とはああまあならない、こういうのを拒むのは正当な理由とはならないという,とななるということになります。 <何>杉尾秀也君、はい、委員長、目的を聞くんじゃないんです、取材相手を聞くことなんです、取材源の取得なんですよ、お嬢様、メディアで活躍されてます、これ、取材源の取得っていうのは、言論、報道の自由の根幹にも関わる問題です、この辺については、弾力的に運用してもらえませんか、これはどうしても言えない事情があるんで、私の方から連絡させてください、こういうふうなことが運用として認められるようにしてもらえませんか。 田村厚生、労働大臣あの取材の目的というもの、つまり、それをお聞きすることはまずないということですね。目的は何でこの何でこの方であったのですか？ということは聞かないということ。それから、それでも多分委員がおっしゃられるのは？ あのその名前を言った瞬間に、何かの事件に絡んでおられる方で、取材をしたと、もう分かってしまう可能性があるではないかというような意味合いでおっしゃっているんだと思います。でこれに関しては、1つはあの聞く側、これは守秘義務があるということ、それからもう1つは、確かに取材源の取得というのは非常に大きなことであります。でそのまあそれれををを得すするるととととといいいうううこから感染防止公共のの利益というものを図って どちらが大きいのかというものは、その疾病にもよりますでしょうし、つまりその強毒性にもよるでありましょうし、いろんなところで総合的に判断になるというふうに考えます杉尾秀也君時間になりました、最後は一問だけ聞きます、ちょっとワクチンのです、ね、ことで1点だけ、アメリカのファイザー本社が去年の暮れに日本側にこの6月までに全国民分のワクチン接種を供給するのは困難だと、こういうふうに内々に通知したというふうに聞いておりますけども、これについてイエスのだけ答えてください。全 田村厚生労働大臣ファ,ファイザーですか、すファイザーは、そもそも基本合意においても、ですね全国民分のワクチンを供給するというのは、以前からそういうような基本合意ではございませんでしたので、あのそもそも全国民分をファイザーは供給する話にはなっておりません杉尾秀哉君、これについてはまたあの後ほど伺います。 逆らえた。